どうもこんにちは、バイクガジェットパーフェクトアドバイザーの四葉です。さあさあ、今回ね、四葉さんいつ紹介してくれるんですかっていうね、リクエストが多かった商品を1点紹介していこうと思います。それがこちら、はい、ニコマクさんのバイク用スマートドライブレコーダー SM1 という商品ですね。でこちらの、バイク用スマートドライブレコーダーなんですけども、こちらは何かというと、今話題になってますスマートライドモニターと言われるもので、まあ、今あの必須になってきてますドライブレコーダー、私もね、たくさん紹介してます。まあこんな感じで、まあ、10アイテムぐらいね、紹介させていただいてるんですけども、そのドライブレコーダーの機能がありつつ、さらにね、モニターがついてまして、ドライブレコーダーの、まあ、モニタリング、そして、まあ、スピード表示をさしたり、時計ですとか、バイクのボルト数、まあ、いわゆる、まあ、バイクの状態をね、見れるモニターがついてるんですけれども、でさらにですよ、こちらスマートフォンのアプリを、モニターに反映させてね、こちらのディスプレイでスマートフォンを操作するっていうことができるようになってます。まあ、機能的にはね、まあ、約10分の1ぐらいのスマートフォンの機能が使えるんですけども、バイク関連にね、必要な機能を、こちらに移植して使うことができてしまいます。いわゆる、Apple のカープレイや Android の Android Auto に対応しております。要は最近のね、高級車についている装備が、バイクでも使える画期的なアイテムとなっております。それによってこういったインカムですね、スマートライドモニター、そしてスマホ、インカム、こちらの3つをリンクさせて、音楽を聴いたりナビの音声を聞いたりして、スマートライドモニターで、一括管理ができるっていうことですね。はい、そんな、スマートライドモニターがこちら、今バリオスと FTR 2台体制でね、ずっと使用運転をしております。でもう先に価格を説明しますと、こちらまた後日ねレビューするんですけども、こちらの機種がだいたい82,500円、はい、すごくね、高額なスマートライドモニターとなってます。で今回紹介していく、スマートライドモニターニコマクの SM1 というスマートライドモニターですね、こちらの価格、なんと約3万円ちょっとぐらいなんですよ。すごく安いね、リーズナブルな、価格帯になってます。もちろん機能的にはドライブレコーダー、そしてスマートフォンとの連携、カープレイ&アンドロイドオート使えるようになってます。今日はね、こちらのニコマクさんの SM1 に焦点を当てて紹介していこうと思います。ということで、取り付けから、まあ、約3ヶ月以上経ってるんですけども、ようやくね、紹介できる運びとなりましたので、今日はねこちらのバイク用スマートドライブレコーダー、もといスマートライドモニターをね、徹底的に紹介していこうと思います。それでは本日も頑張っていきましょう。レッツゴー。どうも、四葉です。さあさあ、今回はね、もう早速言いますと、こちらニコマクさんのスマートドライブレコーダー SM1 というのを、今日は紹介していこうと思います。前の動画見ていただければわかるんですけども、まあ走行中にスマホホルダーから外れてしまって落として、もう画面バッキバキになりましたけれども、まあスマホホルダーってまあ仮固定なんで、まあ非常に落とすリスクがありますよということなんですけども、こちらを、まあ、バイクにがっちり固定した状態で、まあ、使えるっていうことで、まあ、スマートフォンを落とす心配もなくなりますし、なんなら、まあ、ポケットに入れておけば、まあ、自動でリンクするっていう、まあ、最近ね、普及し始めたモニターであるっていうことですね。はい、それを踏まえて、今日はね、まあ、いろいろちょっとやっていこうと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、早速こちらの方開けて梱包内容を確認していきましょう。よいしょ、じゃあ開けます。せーの、パカパカパカリパカリパカリ、おー、中身がね、入ってます。よいしょ、はい、じゃあいきます。せーの、ドン。はい、まずはこちらが本体となります。モニターのサイズは5インチモニターとなってます。はい、そして中蓋を取りますと、はい、付属品がね、入っております。ちょっと並べてみますね。
はい、こんな感じでね、これが全部付属品のすべてとなります。一つ一つちょっと紹介していきます。まず取扱説明書、ちゃんとね日本語対応になっております。はい、すごく丁寧でいいですね。そしてこちらがメインハーネスですね。ちゃんと防水対応のジャックになってます。非常に作りはいいですね。そしてこちらが前後カメラですね。こんな感じで、はい、ちゃんとジャックの部分も防水処理されてあって、まあ、色分けされてて設置もしやすいです。ソニーの307ですね。まあ非常に解像度っていうかね、まあ夜間とかにも強い、すごくいいカメラを使ってます。はい、そして本体ですね。はい、5インチモニターになってます。非常にかっこいいですね。厚みもこんな感じですね。まあそこまで厚くもなく薄くもなくっていう感じですね。裏面はこんな感じで、まあ非常にかっこいいですね。でちゃんとコードもね、防水処理がされてます。はい、全部ね防水処理がされてます。で色分けされてますね。はい、そしてこちらがね、バイザーとなります。太陽の日差しがきつい時にね見えづらくなるんですけども、こちらのバイザーをね、設置することによってこんな感じでね画面を見やすくするねものもついてます。まあこういうのも非常にいいですね。そしてこちらがバイク側につけるクランプとなってます。はい、ちゃんとねスペーサーも各種用意されてあるんで、まあいろんなハンドルの径に合わせることができると思います。非常にいいです。で素材はね、樹脂系ですね。はい、となってます。はい、あとはドライバーと専用のネジですね。これ多分ね SD カードの止めるやつだと思います。そしてこちらオプションになるんですけれども、タイヤの空気圧そして温度ですねを測定して常にフルタイムでねモニターに表示させることができます。これはオプションなので別売りとなってます。はい、あとはまあ SD カードですね。32ギガからおそらく128ギガまで対応していると思います。はい、はい、以上がね、梱包内容およびまあ付属品とそしてオプションとなります。それではね、実際にこちらニコマクのスマートライドモニターSM1 をバイクに取り付けて、まあ、スマートフォンと連動させてみたりインカムとね連動させてみたりして、使用していこうと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。さあ行くぞ。はい、ではね、次こちらのニコマクのスマートライドモニター SM1 の機能そしてちょっとね、デモンストレーションしていこうと思います。まず電源を立ち上げます。はい、ニコマクのロゴですね。はい、今音が鳴ったんですけども内蔵スピーカーの音が鳴ってます。はい、画面インターフェースはこんな感じですね。上にステータスがあってドライブレコーダーがあって Android Auto、GPS 情報、パネル、リプレイ、設定、Bluetooth こちらの7項目を中心に設定できるようになってます。でドライブレコーダーの左下輝度ですとか、まあ、先ほどのスピーカーの音量とかね調整できるものがあります。今ちょっと屋内で撮影してるんですけども昼間とか、まあ、光が強くて画面が見にくかった場合はこちら輝度をねこうやって調整してあげることができます。はい、結構明るくてね綺麗に見えます。で、早速ねドライブレコーダーの画面を見ていただきます。はい、すごく反応速度もいいです。で画面もね、明るくて見やすいですね。そして感度はほらめちゃくちゃ速いです。こんな感じでスル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 動きます。はい、でちなみに感度としてはこちら冬用のグローブですね。はい、これをつけて、はい、冬用グローブでもサクサクね、動かすことができます。こんな感じ。はい、めちゃくちゃ感度もいいです。こちらのドライブレコーダー前後カメラがついてますんで、今バックでフロントバックとフロントの小窓でフロントとバックの小窓こちらの4種類がドライブレコーダーのメイン画面となってます。あとは設定とかねカメラフォーマット解像度ループ録画 G センサー日付 GPS スイッチ録音設定リアカメラのミラーリングなどなどあります。例えば解像度、QFHD、要は 2.7K かな、はい、とフル HD 1080p があります。
はい、で G センサー、衝撃に対する G センサーもオンオフがこれできます。感度もね調整できるようになってます。で GPS スイッチですとか、はい、GPS のオンオフですとか、結構ねドライブレコーダーの詳細のね録画設定がこちらの方でできるようになってます。で下のアイコンでまあいろいろね操作できるようになっております。はい、でホームに戻りまして、はい、先に設定を見てねどんなことができるかというのを見てみましょう。はい、こんな感じ、スマートフォンとの接続、はい、こちらの方ね、Apple CarPlay にも対応してます。そして私が使っているスマートフォンが Android なので、Android Auto 設定しております。はい、でタイヤの空気圧ですね、こちらの方ね今現状の、まあ、空気圧と、温度ですね、ステータスを見ることができます。でまあ単位自体もねここで変更できるようにはなってます。あと空気圧の最低値で最高値を設定すると、これを下回ったりすると警告が鳴ったり、これを上回ったりすると警告が鳴るという仕組みになってます。非常に便利なね機能なんで、こういったものも必要な方は活用してもいいと思います。でタイムリープとか音量設定、言語、時間設定、日付表示、スマホの音声出力、はい、こちらスマホ音声出力オンにしておれば、スマートフォンとリンクさせた時にね、全ての音をスマートフォンもしくはインカムの方からね、出すことができます。はい、非常に便利機能ですよね。でタッチ操作音オンオフですとか Wi-Fi スイッチとかね、APP ですとか SD カードフォーマット、出荷時設定リセットでバージョンですとか、さまざまなねメインのシステム設定がこちらの方でできるようになっております。はい、で次に GPS 情報、ちょっと位置バレするのでね、モザイクをかけさせていただきます。まあこんな感じで、緯度経度とか座標がね表示されてます。そしてパネルですね、こちらの方は見ていただきますと、先ほど説明した通り GPS によっての距離計、そして、方位ですね、確認することができます。でこちらの方ですね、こんな感じで先ほどのタイヤの空気圧の測定装置ですねをつけておけば、ちゃんとねフロントとバックの空気圧、そして温度ですね確認することができます。はい、これ非常にかっこいいですよね。だからメーターの上にバッとかぶせておいても、これを見て走ればね、距離とかは GPS なので誤差はないと思います。で、実際 Android Auto の方を開いていこうと思います。はい、さあ行くぞ。はい、じゃあ次はね、Android Auto の操作の方に入りたいと思います。でまあ最初の画面はこんな感じ、ちょっとモザイクをかけさせていただきますけど、右側の方には、マップ、左の方に、サブモニターですね、でアイコンですね、右側にこう4つぐらい載せることができます。でもねちょっとアイコンとかはねちょっとちっちゃいです、実際ね。で右下の方にアプリ情報があるんですけども、こんな感じでアプリを開くことができます。まあ、ちなみに僕が今スマートフォンで、ね入ってるアプリはこんな感じですね。これの Amazon Music をよく使ってますね。はい、でマップだけの表示もできますし、音楽何を再生してるかっていうのもできます。でもちろんスマートフォンの方でもね操作ができるようになってます。はい、こんな感じで、もちろんスマートライドモニターからもこうやって操作することができます。で、実際スマートフォンとねヘルメットのバイク用インカムですねを接続してるんで、インカムから、こちらの操作をすることができます。要はボイスコマンドですね、やっていきましょう。はい、でインカムの方がね今繋がった状態になってます。でインカムの方をね操作してみます。ヘルメットの方で喋ると、 OK Google、 シャローをかけて、わかりました、 Amazon Music で高橋シャローを検索します。はい、実際ね再生されてるのが、はい、こんな感じで、はい、ヘルメットから、今流れてます。はい、こんな感じですね。ちょっと著作権が多いな。
はい、こんな感じでね、今ヘルメットから流れてます。はいはい、じゃあ操作を切って、はい、全部ね、インカムの方で、こちらの方も操作できるようになっております。はい、すごく便利です。ちなみに、ナビ自体も、全てインカムの方でね、まあボイスコマンドでね、行き先設定してそのまま使うことができるんで、走りながらでもね結構簡単に行き先操作ができたりね、するのですごく便利です。はい、で画面を終了するときは、右下のアプリを開いて終了ですね。はい、これで元の画面に戻りました。はい、非常にね便利です。実際僕もねスマートフォン落として画面がバッキバキになってしまったんで、スマートフォンをこちらに機能を移してこちらで操作することによって、まあ、スマートフォンをマウントする必要がなくなってしまうんで、まあ、先日の動画見ていただければ分かると思うんですけども、かなりあれはショックでした。もう何万円っていうのが一瞬でねなくなってしまうんで、そういった落下対策に対してもこちらのスマートライドモニター、僕にとってはつける意味や価値がありますね。はい、これでスマホが守れます。さあ、いかがだったでしょうか。主な基本操作としてはこんな感じになります。じゃあ続きまして、ドライブレコーダーの映像ですね。はい、結構サンプルをねこちらの方で、いろいろ確認することができます。こうやってねすぐにモニタリングして確認することができます。はい、こんな感じでね、モニター自体がね5インチモニターですごく大きい画面で確認することができます。はい、こんな感じね。はい、すごく便利に使うことができます。でちゃんとね日中の映像と夜間の映像前後カメラでね撮ってますんで、まずはね映像のね解像度の綺麗さとかね確認していただければと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。さあ行くぞ。いかがだったでしょうか。まあ、操作とかはね、見ていただいた通りすごく簡単です。で、まあ、スマートフォンと同じような操作で特にその操作を覚える必要がないです。まあ、その都度ね、やりたい設定とかをアプリで直感的にこう押して探して設定を変えるだけなんで、まあ、非常に簡単でした。はい、ではね、続いて、このままドライブレコーダーの映像を見ていただこうと思います。はい、これ昼間の映像なんですけれども、めちゃくちゃ綺麗ですよね。やっぱりさすがね、ソニー製のカメラ307カメラを使ってるんで、解像度もそうですけれども、やっぱり FPS っていうかね、結構ヌルヌルで映ってます。うん、前後カメラともにね、やっぱり解像度、まあ、十分使えるレベルだと思います。そして次に夜間の映像ですね。結構ねネオンとかもしっかり見えてて、まあ、映像をね電子処理をしてるんで、かなりね、まあ、そういった、光の光源とかもね、すごく見やすくなってます。まあ、証拠映像としてちゃんと目標物が見えてるような感じでね、すごく分かりやすい、すごく視認性がいいイメージですね。うん、まあ、ただ、真っ暗なところに入るとやっぱりちょっとノイズが乗りますけれども、まあそれはしょうがないっていう感じなんですけど、うん、でもね全然実用レベル、かなりねドライブレコーダーとしても、機能的にすごく綺麗だと思います。信号に対してもちゃんとフリッカー対策ができてますね。うん、めちゃくちゃ綺麗に、特に点滅することもなく信号の状況を映すことができてます。これで赤じゃ青じゃっていうね、話はないですね。うん、ここまでちゃんとしてるとやっぱりいいですね。さあさあ、いかがだったでしょうか。梱包内容からスペック、そしてね
実際の実演操作から、ドライブレコーダーの映像を見ていただきました。ぶっちゃけね言うと3ヶ月間ね僕高額な8万円以上する商品と、比べてみてもこれが3万円で取り付けできるっていうのは非常にねコスパが高いと思います。ドライブレコーダーとスマホの機能がついた状態でぶっちゃけね、これだけの高機能ドライブレコーダーとスマートフォンの機能がついた状態で、3万円ちょっとで購入できるのはすごく安いと思います。めちゃくちゃコストパフォーマンスいいと思います。ドライブレコーダーの金額自体が同じカメラのソニーの307を使っているカメラのグレードで、だいたい 2,3 万するんですよ。だからちょい足しぐらいでこの最新の、例えばねこういうドライブレコーダーの画面でもいいですし、はい、こういったねメーターパネルを出してメーター代わりに使うこともできますし、同時に空気圧とかね温度といった状態まで把握できるっていうね、初めてスマートライドモニターをね、使いましたけどかなり押せるアイテムだなと思いました。で僕がねスマートライドモニターを、つけるきっかけになったのがやっぱりスマートフォンの落下、スマートフォンホルダーで結構5、6000円するね高いスマホホルダーをつけてたのにもかかわらず、その注意しててもそれのせいで落ちるっていうね、もともとこちらについてた2000円ぐらいで買えるラミコールの方がよっぽど良かったですよ。あれはもう本当に便利、ラミコールは。そうやっぱりね落下のリスクですとか iPhone 振動でね、カメラが壊れるリスクを考えても、ドライブレコーダーの機能がついてそういった部分が保護できる。今 iPhone とか十何万でしょ、20万キャップでしょ、それが守れるって考えたら、3万円は安い。ぜひおすすめです。はい、ということでいかがだったでしょうか。商品の詳細についてはね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひね、一度立ち寄ってみてやってください。非常に推せる商品です。かっこいいね今のパニガレ。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんまた次回ねお会いしましょう。バイバイ、四つ葉でした。